第261海軍航空隊第261海軍航空隊は日本海軍の部隊の一つ絶対国防兼防衛の主力戦闘機体として太平洋戦争終盤に最前線で護衛、迎撃、戦闘行動に従事した通称トラ部隊基地航空隊として整備完成を急いでいた第一航空艦隊の 一翼を担う戦闘機体の一つとして整備され、鹿児島飛行場で編成された。絶対国防圏の策定に合わせ、一交艦のマリアナ諸島前進命令に従い、マリアナ入り。以後、マリアナ諸島、パラオ諸島での防空船に投入された。6月1日解体、第一航空艦隊第61航空戦隊。 2月22日カトリ飛行場発、68機で、伊大島経由で、サイパン島に進出。3月30日パラオ内空襲に対応し、パラオ諸島方面の機動部隊攻撃に向かう、第522海軍航空隊の彗星12機を55機で、護衛、快適せず、ペリリュー島機。3月31日ペリリュー島上空で、敵戦闘機隊と交戦。 23機撃墜、28機喪失、残存機はサイパン島に帰還。4月8日文献隊12機メレヨン島に進出。4月18日、メレヨン島空襲、機体喪失。4月23日、メレヨン島に27機増援。この間、マリアナ諸島付近の防空20時。6月2日、今作戦発動のため27機を。 ハルマヘラ島はしれに派遣、さらに、ヤップ島に進出。6月11日サイパン島に、敵機動部隊接近、第256海軍航空隊12機と共同で、冷戦8機で擁撃。5機喪失、残存機は、グアム島機。6月12日13機で擁撃。12機喪失。 6月15日アップ島より、機動部隊攻撃に向かう、第521海軍航空隊の銀河10機を4機で、護衛。3機喪失、残存機は、グアム島機。6月17日アップ島より、機動部隊攻撃に向かう、水星17機、銀が2機を31機で護衛。16機喪失、 6月18日パラオ諸島より、機動部隊攻撃に向かう、水星2機、銀が8機、爆走冷戦20機を28機で護衛、13機喪失、残存機はグアム島機、グアム島より4機で、出撃、1機喪失。6月19日、マリアナ沖海戦支援。グアム島より、銀が1機、 水星2機と共に42機で出撃。8機喪失。6月21日サイパン島より5個航空隊、計22機で、グアム島防空に出撃。6月25日まで航空戦が継続。7月10日解体、第201海軍航空隊に編入。アゴー作戦での予想外の喪失によって壊滅的な損失をこむり。 他の部隊と共に201空に統合されてしまった。上田桃子司令はサイパン島地上戦で戦死している。米軍が基地制圧後に撮影した本隊所属の零戦1944年6月、同部隊が展開していたサイパン島の第一基地が吸収され、ほぼ無傷の零戦12機がアメリカ軍の手に渡った。これらの零戦は護衛空母コパヒーで本土に移送され、 様々な性能試験が実施された。対戦終了後、機体は民間に払い下げられた。12機のうち3機が現存しており、61から131号機が国立航空宇宙博物館、61から121号機がフライングヘリテージコレクション、61から120号機がプレーンズ・オブ・フェイム航空博物館に収蔵、展示されている。ありがとうございます。